皆さんこんにちは、駅長の塚本大志です。本日は大宮トレインシリーズのイベントを紹介したいと思います。まずはこちらの E エリアファミリーゾーンで行われるイベントです。こちらでは写真撮影会をやってるとのことなんですが、詳しくは、こちらの方に聞いてみましょう。シンカリオン E5 はやぶさです。こんにちは。こんにちは。こちらではどのようなイベントを今日行っているんですか？今日はですね、この E5 はやぶさと握手をしたり、その他にもプラレールで遊んだりとか、いろいろなことがあります。初めて見ますけど、めちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。本人もとても喜んでおります。はい、ぜひ写真一緒に撮れるということなので、皆さんぜひご参加ください。次のイベントは、こちらです。こんにちは。こんにちは。こちらではどのようなことを行っているんですか？はい、子供用の貴重制服試着ができます。すごい。こちらでは、駅長の制服、僕が被ってる帽子もそうですけど、これを着用して、写真撮影会、できるそうなので、本当に子供が楽しめる、イベントなので、ぜひ皆さんご参加ください。次は、E エリアの駐車場の、プラレール体験コーナーです。はい、こちらでは、プラレールを自由に、組み立てて遊ぶことができます。こちらはスタッフが組み立てたものなんですけども、お子様はもっとすごいものを、組み立てられると思いますので、どんなものができるか、楽しみにしています。その他1ゲート前では、各地の駅弁も販売してます。盛りだくさんの大宮トレインシリーズです。皆さんぜひ楽しんでいってください。それでは、J1 昇格に向けて出発進行。